にはぜひともバレンタインプレゼントしたいなと思ってもらえるかっこいい公務員できる男としてちょっと皆さんにその姿を見せなければ、もしかしたら好きじゃないからにクイクイしてますけども、僕いつも実はこんな感じで仕事をしてますが、眼鏡クイクイして、どんなキーボードだったらまた触れるんですかそれ。絶対打てないでしょ、もうマウスかな、マウスかな、多分キーボードぐちゃぐちゃになっておりますけどもねそれ。はい、そうよ、かっこよく僕公務員として仕事をして毎日汗水垂らしてます。そんなイケてる僕にチョコレートくれたら嬉しいなっていう、ちょっと PR の時間でもあるからさ、そっからそうそうそう、バレンタインまで男の人は特にね、女の人もね、逆に男の人が女の人にあげるも全然逆バレンタインありだと思うんですけれども、ないねもらうだけも違うんですよ全然。これ感謝の気持ちとかね、お姉さんだったら学校に出た時はお友達同士でもうチョコとか先生にあげるとか、会社だったらほら上司とかで頑張ってるでさ、お姉さんの頭を疑わないでください。